すする TV。 ゼレゼレ、どうもすするです。毎日ラーメン健康生活ということで相変わらずやってるんですけれども、本日はとある大物 YouTuber さんとのコラボ企画ということで、まずはこちら来てます。ドン。 JR 新宿駅直通新宿ミロード7階にあります麺匠サンフランシスコさんにお邪魔してます。本日はね、大食い企画ということで、大食い YouTuber の原点にして頂点であるこちらの方に来ていただいてます。お願いします。こんにちは、木下ゆうかです。いや、ありがとうございます。まさか木下ゆかさんに会える日が来るとは。いや、こちらこそですよ。マジっすか。めっちゃ嬉しいです。いや、本当にこちらこそありがとうございます。本当に今回の木下さんとのコラボ企画は、制限時間内にどれだけ多くのラーメン屋さんを回れるかという企画になってまして、楽しみまあこれから行くところなんですけど、まあ、そちらは詳しくはね、木下さんのチャンネルの方でぜひ見ていただければと思います、はい。一発目、こちら麺匠サンフランシスコさんを選ばせていただきました。まあ、麺匠サンフランシスコさんは知ってました？いや、初めて来ました、まあ、こちら麺匠サンフランシスコさんは都内を中心に展開する麺匠グループっていう結構一大勢力ラーメン業界のグループがあるんですけど、その麺匠グループが海外に出店して、で海外でも結構人気が出て、その海外のメニューをこっちにまた持ってくるっていう逆輸入的な、多分業界初なんじゃないかという。はい、なるほど。そうなんですよ。まあ、本日はね、大食いクイーンとのコラボ企画なんですけど、僕もできるだけ頑張ってたくさん食べようと思ってます。はい、負けないでください。負けないでください。もう勝つ前提でも限界ないからな、確かに。まあ、ないです、ね、まあ、なんでちょっと僕も頑張ってきてます。いいスタートダッシュをね、切っていければと思いますので、早速、はい、スイッチましょう。レッツゴー。レッツゴー。さあ、麺匠サンフランシスコさん、ハイテク食券制です。はい、というわけで券売機行きましょう。今日ちょっと何食べますか？結構メニューいろいろあって面白いです。おすすめ教えてください。まあ、僕も来たことないんでちょっと何とも言えないですけど、はい、結構この抹茶鶏白湯がかなり新しいメニューで、いや、ラーメンで抹茶、そう、ラーメンに抹茶が入って結構うまいらしいです。私チーズめっちゃ好きなんですけど、だってこのお店にしかないもんね。もうこれはもうここ以外見たことないですね。抹茶鶏白湯、抹茶いきますか。というわけで、木下さんは抹茶鶏白湯とトッピングをチョイス。そして、すするは英語黒毛和牛醤油ラーメンをチョイスしました。普段、ちなみにラーメン食べますか？食べるは食べるけど、一人でしか行かれるから、あ、女の子の友達とラーメン行くってね、あんませんしないんですよね。確かに。だから、どうしても食べたかったら一人で行くんですよ。一人で行けるお店、ちょっと限られてるから、なかなか限られてる。行ったことのないお店にいきなり一人で突入するのは苦手なんで、ちょっと怖いですよね、やっぱね。知ってるお店だったら行けるから、限られたお店しか行けないから。あ、でも行きつけのお気に入りの店みたいなのもあるんですか？あります。いいっすね。おいしい。ちなみに何ラーメンが好きですか？醤油味噌塩とか。私一番好きなのは豚骨。あ、豚骨なんですね。いいっすね。豚骨のやつが好きです。木下さん地元は福岡です。あ、福岡、うん、じゃあもうゴリゴリやっぱ豚骨の、だからもう豚骨ラーメンが私一番オーソドックスなラーメンやと思ってました。福岡だと逆に醤油ラーメンとかがそんなにないという。そう、もともと大食いだったんですか？食べるのは昔から好きだったんですけど、はいはい、なんかお腹いっぱいになったことがなかったんですよ。おー、すごい。そう、ちょっと大人になって、はい、なんか自分でご飯食べに行けるようになったから、うん、友達とバイキングに行ったんですよ、はい。で、そこでなんかずっと永遠に食べ続けたことに気づいてすげー、はい、そこで気づいた。大食いだなってなったんですか？人に言われて、あ、大食いだよあなたはみたいな感じ。ちなみに好きな食べ物とかあるんですか？一番好きなのは焼肉かな。うわ、木下さんで焼肉行ったらえらいことになりそうですね。ね、なります、なります。すごいことになりそうですね。白いご飯いっぱい食べてる。あ、もう肉と一緒にご飯も。あの、ご飯と焼肉が好き。ああ、いいですね。焼肉が好き。確かに確かに。いや、もうオーソドックスかつもうシンプルにしても一番美味しい食べ方ですよね。ですね、肉とご飯ですね。でもラーメンもめっちゃ好きです。あ、本当ですか？だから麺類大好き。確かに、なんかパスタとかも結構食べてるイメージがありますね、なんかうどんとかも、うん。ちなみに聞いとくんですけど、嫌いな食べ物があるんですか？嫌いな食べ物は苦手とか、うん、ない。あ、ないんだ。ない。もう何でも、何でも好きなんです。ちょっとこの味変だなと思っても、うん、まあいろんな味があるなと思って楽しいな、食べ物の世界は。うわー、もう一歩先行ってますね。一歩、二歩、三歩先行ってますね。嫌いなものがないだから。すごいっすね。どんなに褒めていただいて。いや、すごいわ、マジ。なんか食べ物をなんか愛してる感がすごい。いろいろとお話を聞かせてもらいながら待ってるだー。こちらが麺匠サンフランシスコさんの英語黒毛和牛醤油ラーメンです。ドヒャーン。丼を覆い尽くすほどでっかい和牛が、すげー。こいつは食べるのが楽しみだぞってことで、いただきます。いただきましょう。
さあまずはスープから。おほい。鶏と魚介をベースとしており、特に魚介がしっかりと効いたじんわりと深いコクのあるスープ。見た目から気をてらっている感はありますが、スープは正統派でしっかりうまく、思わず腰が270度曲がってしまいます。おいしい。あ、うまいですか。ほんのり抹茶って感じ。あ、そんなガッツリ効いてるじゃない、うん、その見た目ほどではない。だからちゃんとラーメンスープしてる。うん。では次に絹ラーメンとご対面して、よっしゃ、すするおるーい。ツルツルとすすり心地がよく、風味もあって美味しい麺。正統派なスープとの絡みもよく、さすがマトリックスの救世主。そして3人の男を鉛筆1本で倒しただけのことはあります。麺がちょっと粗い感じ、すごいスープが絡むね、うん、あ、そうですね、うんうん、さあそんなナイスな感想をいただいたところで、いよいよ和牛を食らっちゃいましょう。うまい。うわ、ちょっとトロトロっすよ、マジで。うまい、とろける。うまい。とろけるような柔らかさとはまさにこのことで、まなみちゃんもこの上質な脂身にうっとりとしてしまうでしょう。いや、めっちゃ美味しいです。あ、本当ですか。うん、飲みやすい、うん、女性も多分食べやすいラーメンだと思う。ほんのり、ほんとね、抹茶が香るって感じで、ちゃんとスープはもうラーメンらしい。そう、ラーメンらしい、うん、てな感じで、木下さんはトッピングで卵が一番好きという情報も聞き出しながら、和牛の上品なとろける美味しさに舌鼓を打っていると、あっという間に2人とも完食です。大変美味しくすれました。正統派な味わいと超上質な和牛が最高の一杯でした。それではごそれ。はい、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。いや、麺匠サンフランシスコさんに行ってきたんですけれども、はい、いや、美味しかったですね。めっちゃ美味しかったです。よかったっす。なんか見た目が超オシャレで、うんうんうん、なんかいい感じでしたね。確かに女子受け絶対する、うん、ですよね。どっちのラーメンもすごい、見た目からやっぱりこうなんか目を引くものがあるというか、女性受けっていうのもあって、女性のお客さんも結構多かったっすね。多かったですね。栄養にもだって、美容にもすごい気を使っている素材が、うんうん、そうですよ、麺にキヌアが練り込まれてて、多分他のお店でキヌア使ってるのないんじゃないかな。ないけどね。ですよね、なかなか。でも抹茶トリパイタンはどうでしょう。抹茶の風味がそこまで抑えめね。そうそう、まあ、風味抑えめなんですけど、でもしっかりちゃんとして、うんうん、で、ラーメンのスープの味もしっかりし、トリパイタンの味もしっかりして、うんうんうん、美味しかった。いい感じにブレンドしたって美味しかった。あ、ちょっとバランスがすごく良かった。そう、僕の方の和牛醤油ラーメン、いや、あれ肉がやっぱ美味しかったですね。あの肉すごいいいですね、見た目的に。肉はね、反則ですね。肉も本当和牛の肉なんで、すごい上質な油がこうとろけるような油と、あとスープは結構魚介が強くて、結構コクが深くて、すごく深みのある味で美味しかったです。で、今とりあえず1軒目食べたんですけど、はい、この後、木下さんの方のチャンネルで、はい、まあ、時間の許す限り新宿のラーメン食べまくろうという感じで、そう、進めていく紹介で、はい、皆さんいっぱい行こう、行きましょう、ちょっと案内するかどうか、あとどんぐらい食べられる、僕が多分限界絶対食うんで、まあ、木下さんがどんぐらいいけるのかなっていうところですね。私限界ないです。いや、ちょっとどんぐらい食べたのかは木下さんのチャンネルをぜひご覧ください、はい、ということで、本当ありがとうございました。ありがとうございました。ごちそうさまでした。ありがとうございました。それではスルの公式キャッチフレーズ、麺匠サンフランシスコさん、この後食べ過ぎたわ、うまかった。